戦国乙女は平和が開発、販売しているデジパチタイプのパチンコ。2008年5月導入開始。本校ではこれをもとにした漫画作品、またパチンコ、パチスロの各シリーズ機種についても解説する。歴史上実在した日本の戦国時代の武将をモチーフにした登場人物が活躍する内容のデジパチ。 武将たちはすべて女性キャラクターとして登場し、名前は、名字が漢字で、名前がカタカナで統一されている。また、オリジナルであるパチンコから派生した、タイアップ作品として、電撃大王にて2009年3月号から2012年3月号まで、漫画、百花両蘭戦国乙女が連載されていた。漫画版の設定やストーリー展開は、 戦国を女めに以降のパチンコ版に逆輸入される形で使われている。キャラクターデザイン及び原画は、同人サークル、天木製鉄所が行っている。また、漫画版のオリジナルキャラクターの原案画も担当している。漫画版の脚本、キャラクターデザインは白組、漫画は、品の由良がそれぞれ担当している。主題歌、大当たり中の楽曲を、 各キャラクターの声優が担当している。千葉紗江子や田村ゆかりなどが歌っており、着歌フルが平和の携帯サイトで配信されている。またサントラ CD は2011年末頃より平和の EC サイト及び携帯サイトで通販されているが、田村ゆかりの歌唱文はレコード会社間の契約関係上収録されていない。2011年4月4日より、 テレビ東京系にて本機を原作としたテレビアニメ戦国乙女桃色パラドックスが放送された2011年6月にシリーズ第2弾機種 CR 戦国乙女2が登場新キャラクターが3人加わったほか、平和としては初となる携帯電話との連動サービスダウインを提供する発売に先駆けて5月に東京の秋葉原にて 戦国乙女ファン感謝イベントも開催された。同年9月には u チバージョンの CR 戦国乙女 2QX も登場した。2013年5月シリーズ第3弾となる CR 戦国乙女3ランが登場。シリーズを通して初となる大当たり確率約1399のマックスタイプと約1299の ミドルタイプの2スペックが用意され、どちらもミドル以上では、シリーズ初となる回数切り格編となっている。演出面では、CR 戦国乙女2で登場した、新武将が図柄に組み込まれたほか、新たな敵として、カシンコジが登場。同年9月には、u チバージョン、CR 戦国乙女3級オータムウィンター1も登場。 こちらには平和公式サイトの人気投票で1位を獲得した家康が大きくデザインされた板筐体が採用されている。家康以外の乙女たちも筐体全面にデフォルメされたイラストで描かれている。シリーズ初のパツスロ。2013年8月に登場。制作はスロット版のマージャン物語シリーズや南国育ちシリーズを手掛けるオリンピア。 足利義ガヨシテルの初登場作品で、ストーリーは、乙女たちによる春菜の争奪戦が始まる、少し前と説明されており、時間軸としては最も古い話となる。敵キャラとして、シリーズ初の男性武将である、松永男女久秀が登場した。また明言されてはいないものの、魔獣を作り出した、呪術師という、戦国乙女さんに登場した家臣の存在を匂わせる。 部分がある。2014年4月登場。上記の機種に、パチンコ版2の新武将3人を加え、一部の演出とスペックを変更したバージョン。2016年1月登場。新武将として立花同説、細川雄才が加入。前作のエンディングで、吉輝と松永の戦いに決着がついたところから、ストーリーが始まる。 2017年1月登場のシリーズ第4弾。パチンコではおよそ3年半ぶりの新作となった。新基準が採用になってから、初めてリリースされた機種で、大当たり確率約1、319、格変割合65%のループ型となっている。演出面では新武将として、前田敏家、千里級小早川秀明の3人とスロット版から、 足利をしてると、立花同説が加入。各編モードでは、武将三人一組の合戦、天下統一バトルが繰り広げられる。戦いの舞台が、今までに展開されてきたストーリーの軸から外れた、特別なものになっており、公式では、卑弥呼の持つ神儀、八鏡に映し出された夢か映つかもわからない時の、歪みの中と説明されている。平和は、 この台から CR ルパン3世 IIMA スーパーヒーローで使用された専用筐体スーパーヒーローをモチーフにした新筐体王者を採用している。同年5月より U パチバージョンが登場した。2017年8月より登場したシリーズ初の A タイプ機。これまでの作品と異なり純粋にボーナスでメダルを増やしていく。 検定通過名は、戦国乙女タイプ A、D5。通常時は、バトルにより、投品を判別する、乙女アタックモード、バトルジャッジ、リール左右の乙女ランプ及びその色でチャンスを告知する、乙女ランプモードチャンス告知、カットインが発生すれば、問答無用で、ボーナスが確定する、萌え、カットインモード完全告知。 前述の3つのどれが来るかわからないミックスモード演出混合告知の4モードがある告知モードは上下ボタンで選択か。方向キーの左もしくは右を長押しすることでレア役完全告知告知なしの隠しモードも選択できるビッグボーナス字はこれまでの戦国を止めシリーズからの楽曲に加え新曲がプラスされた全23曲を 随時切り替えて楽しめる。それぞれのボーナスに攻略要素があり、ビッグボーナス時は、予告音発生時に、逆押しで最後に白7をビタ押しで狙って成功すれば、最高311枚獲得。終了後は、30ゲームの RT に突入する。レギュラーボーナス時は、紋章と白7をビタ押しで狙い、ビタ押し成功回数によって終了後に、発生することがある。 萌え、カットインで、設定試作を行っている。2018年2月から稼働を開始した A、RT 機。検定通過名は、乙女マスターズ空をかける白き奇跡、S1。これまでの作品とのつながりは、全くなく、ゴルフをモチーフにした、パラレルワールドになっている。パチスロの前作と異なり、ストック型の RT でボーナスを待ちながら3種の、 ボーナスで増やしていくゲーム性に変わっている。ボーナスと RT の合算確率は、設定1でも1、108,6では1、88.1と軽め。2018年8月から稼働を開始したパチンコ第5弾。名前の通り乙女シリーズ10周年記念作品でも、ある。ダウィン上で行われたアンケートで人気が高かった、過去作の演出を、復刻搭載。 大当たり確率約1、319.6、s t 継続率は64%、電車ポチューの 16RO 当たりは約2400個のお宝リンクシステムを搭載している。また、外装は通常のものに加えて戦国を止め総選挙での結果をもとにしたキャラクター機種、パネルバージョンが追加されている。二千十九年七月には、 シリーズ初の設定搭載基板、2020年3月には、大当たり確率が1、99.9のアマデジ版も、登場した。2018年11月から稼働を開始した、パチスロ5.9号機。検定通過名は、戦国乙女タイプ A、D 4同社の、富士子タイプ A に次ぐタイプ A 機、第2弾で、同期手動用運と テクニックで400枚オーバー獲得を目指す。モードは、前作同様通常4と隠し2の、計6つのモードから選べ、それぞれ、乙女アタック、告知音、予告音なし、完全告知、隠しが、ミックス、告知なし。ボーナスも2タイプから3タイプに増え、最上位の新乙女ボーナスでは、目押しなしで、 最大獲得枚数の416枚を獲得し、かつ、RT100 ゲームに突入する。乙女ボーナスは、予告音発生時に、逆押しで紋章の下にある白7を、枠内に目押しして、400枚超えを目指す。終了後は、RT30 ゲーム。2020年10月から稼働を開始したパチンコ第6弾。アムテックス製造。 シリーズ初のライトミドル一種二種混合タイプ。乙女史上最大級の大革新のキャッチコピーの通り、新筐体、ブラストを採用し、風や振動が発生する新レバーデバイス、ブラストギアおよびラガン 3DA 気象で演出の幅が大きく広がった。電サポ71回の天下分け目の関ヶ原ラッシュ継続率は公式発表値で、 約80%にもかかわらず、ラッシュ中の1500発比率は75%となっている。また、平和系のパチンコでは、初めての u タイム搭載機で、666ゲーム消化で171ゲームの、ンサポ、とラッシュに突入する。2021年6月には、大当たり確率を1、99に上げ、 ユータイム発動ゲーム数を777ゲーム消化後に変更した P 戦国乙女6赤月の関ヶ原カンデジが発売された2021年1月から稼働を開始したパチスロ6号機8.5枚 G の AT 点検ランブで出玉を稼ぐサマイス管理型新キャラクターとして宮本武蔵が登場今作では よしてるなき後の世界を描く。本作では、発売が、オリンピアではなく平和になっている。足利よしてる石田三成宮本、武蔵式主スペック略称、この他、CR 戦国乙女の使用曲も使われていると、なっている。大当たり時に選べる楽曲には、アニメ、戦国乙女桃色パラドックスの主題歌、影ゲ影ウマイナスも収録されている。 パチスロ戦国乙女剣劇にまう白ろき剣聖、パチスロ戦国乙女剣劇にまう白ろき剣聖、最国参戦編。パチスロ戦国乙女に深淵に輝く北垣、小生 CR 戦国乙女から花。パチスロ戦国乙女タイプ ACR 戦国乙女5。テンスアニバーサリー。織田信長の声優変更に伴い、上記以外の楽曲も、田村ゆかりから小松美香子へ変更されている。 いずれもメーカー発表値。各編大当たりのうち25%、5%は 2R 各編となる。なお本機ではへそ、電柱を問わず保留は入賞順に消化する。2016年8月に、プラネット G から発売された、プレイステーションビータ用ゲームソフト。主題歌、天に舞う花のごとくパチンコ CR 戦国乙女から、花からの主題歌にもなっている。 2016年のモバイルゲーム。電撃大王2009年3月号より2012年3月号にかけて連載。漫画は、島の由良、脚本、キャラクターデザインは、白組が担当。戦国乙女10周年特別企画として、電撃大王2018年9月号より2019年2月号にかけて連載。原作は平和、脚本構成は白組。 ネーム構成は七ももリオ、漫画は、八漫が担当。CR 交渉人、マシモ・まさ戦国乙女タイプ A 新奇を発表会、特徴 CR 戦国乙女5、テンスアニバーサリー平和、CR 戦国乙女2は、旧芸名となる、松本綾野で記述される。CR 戦国乙女により原芸名で記載される、ハット AB。 CR 戦国乙女における予告を指す。CR 戦国乙女に,における該当箇所の側差し替わっているが、CR 戦国乙女で使われていた側大当たり演出中にて見ることができる。ABC、CR 戦国乙女でのみ発生する現象、パチスロ戦国乙女タイプ A では、田村ゆかりが担当。AB 名字は、CR 戦国乙女になく、漫画版よび、 CR 戦国乙女に,になって設定された。ABC、CR 戦国乙女にでのみ公表 AB メーカー、非公表ではあるが声優事務所の紹介に記載、名字は、CR 戦国乙女になく、CR 戦国乙女に,になって設定された。萩野春菜子ツイッター自己紹介文より新デザインは、姉妹機の、CR 銀河乙女が初出。ありがとうございます。